い、今回はホリカホリカの、秋コスメを使ってあざとかわいい小悪魔メイクをしていきたいなと思います。スキンケアが終わっている状態なのでクッションファンデを塗っていきたいなと思います。3色ゲットしたんですけど、こちらは低刺激ビーガンクッションっていうらしくて、肌にすごく密着して自然な使用感で肌への負担も少ないっていう風なんですけど、3色あるのでどれが一番合うかなっていうので、まず試してから、手で試してから塗っていきたいなと思います。1番、パフがすっごいふわふわ、シフォンケーキみたいにふわふわです。あー確かに結構明るめだ。じゃん。2番、2番がちょっとピンク味のある明るい色みたいな感じ。これが3番。あ、3が私意外と一番肌に馴染むというか、私は3色あった中で2番にしました。ビーガンファンデーションって私初めて使うかもしれない。あーすごい、なんだろう、ツヤツヤ感がこう、目ではツヤツヤ感に見えるんですけど、塗ってる側としては結構ね、密着系というか、セミマットに少し近い、ハイライト塗ったっていうくらいのツヤ感がね、あって、これはすごいですね。今、こっちだけ塗りました。不自然感が本当になくて、元から絶対綺麗でしょみたいな肌になってるので、やっぱこういうの使ってるんですね。これから秋冬になってこう乾燥していく中で、ちゃんとこうやってマスクよりも対策しつつ、保湿もしてくれるっていうのはすごくありがたいので、こんな感じで、ツヤ肌ですけどちゃんと肌に密着したお肌、肌に密着したお肌、怖い、どういうこと、見て手の色と全然違っていくの。プライマーを仕込みたいなと思います。プライマーはですね、じゃん、デビルズプランパーって言って、なんか悪魔のプランパーって言われてるんですけど、プランパーって唇をふっくらさせてくれるものなんですけど、こちらのマットタイプはメイク中というかメイク前とかに塗って、口紅前に塗る下地みたいな感じで、塗るらしいです。塗る前の唇がこんな感じです。汚いですね。これにどれくらいプルッと膨らむのかっていうのを、ちょっとね、プランパーってのが私初めてなのでちょっとドキドキするんですけど、イメージで言うと辛いラーメンとか手羽先とかを食べた後みたいな、ピリピリちょっとしてる感じですね。様子を見ながらメイクをしていきたいと思います。アイシャドウを塗っていきたいと思うんですけど、もうね、2つとも可愛くてどっちを使うか迷っちゃうんですけど、見てください、この秋っぽいパレット。こっちが午後のニートニットパレットっていうやつで、いわゆるニットのようにふわりと包んでくれるみたいな優しい色合い。こっちはブラウンヌードの6号ボタンアップパレットっていうもので、締め色も入ってるので立体感とかも作りやすいかなと思うんですけど、まずはこの1つ目のこのパレットから、こっから順番に出していきたいと思います。見ますか、結構明るめの涙袋とかにもすごく使いやすそうな感じ。次は結構サラサラ感のある、今のよりももっとマットめで明るいアイシャドウ。これも本当涙袋にいいです。これが、おお、なんかふわっとしてる、オレンジブラウンみたいな、すごい。次はこれですね、ちょっとこのカフェモカみたいな色も、これもふわっとしてますね。やっぱ結構マットめな目元が流行ってたりするので、ふわっと感のあるアイシャドウって多いのかな。で、次がこの真ん中の一番ギラギラしてるやつです。お、なんか私のお姉ちゃんとかお母さんとかでも使いやすそうなラメ、大人っぽい上品なラメです。次がこのちょっと濃いめのブラウン、今の中だと一番濃いめですね。
あ、結構スタンダードなブラウンみたいな感じです。これもふわっとしてます。あ、やっぱ私の肌にはすごく肌なじみがいいですね。一番濃いブラウン、チョコレートみたいな色です。これも結構赤みピンクみのあるブラウンで、うんうんうん、あー、かわいいかも。これまぶたにめっちゃ塗りたい。かわいい。これ一つで本当立体感とかも出るし、まあ、まぶたのねグラデーションとかもちゃんと統一されていいんじゃないかなと思います。続いてこちらのパレットに行きたいと思います。左上のちょっとこうラメが入ってるアイシャドウから使っていきたいなと思います。これが結構白に近いクリーム色っぽい感じのアイシャドウで、あ、これはもうほんとめちゃくちゃマットな感じですね。アイシャドウ塗る前のベースとかにも良さそう。こちら、おお、あ、でも思ったよりナチュラルなこんな感じです。ちょっと濃いめのブラウンですね。これもすごいサラフワなマット、あ、発色がすごくいいです。このラメ、あ、結構なんか光沢感のあるラメですね。あ、かわいい。これもまた上品な、わかりますかね。次がこの、あー、私が大好きな色です。これもう一時期この色ばっか使ってたんですけど、くすみピンクブラウンですね。あー、ほら、もうかわいい。これはまあちょっとね、この辺とかよりは明るめのブラウンです。結構こっちのパレットの方がマットが多いイメージ。あ、これもすごい使いやすいブラウンかもしれない。一番この濃いブラウンですね。これも多分アイラインとかにすごいいい。あ、秋冬に活躍しそうな。このブラウンとこのあのローズブラウンを混ぜたみたいな、結構深みのある、こういうねニットあるよね、こういうコートあるよねみたいな色も、あ、でもすごい若干の光沢感、目元にファサーって指とかで塗ったらすごいこういい女感になるんじゃないかなっていうアイシャドウです。今回はこっちを使っていきたいなと思います。ベースはこの右上のちょっと明るめの色にしたいと思います。全体的に。ああ、やっぱマットだからすごくこうベースにめちゃくちゃ向いてるというか、まぶたが一気にふわっとしてね、すごい可愛い。小悪魔っぽさをちょっと出したいので、涙袋もちゃんと描くし、うん、まぶたも一色だけじゃなくて何色も使って深みを出していきたいなと思います。さっき私が大好きって言ってたこのローズピンクブラウンみたいな色を塗っていきたいと思います。額幅に、うん、ブラウンの中でも使いやすいブラウンがいいなと思ってたんですけど、この今日出したやつ全部なんかおしゃれ、全部おしゃれなブラウン、ちゃんと色味が、色味とか質感こだわってて、で中でもやっぱ今塗ったこれが本当に私の目元に合うというか、私の肌色に合う色ですね。横にね、を長めにアイシャドウを引きました。今塗った2つ目のこの色を涙袋に塗りたいと思います。この目尻からね、このさっきこうはみ出して塗ったアイシャドウからこうくの字でつなげるような感じで目の下塗っていきます。オレンジ味の入ったなんていうの、ベージュみたいな色を涙袋に重ねます。このタイミングでこのアイライナーを使いたいなと思うんですけど、元祖二重ライナーって言われてて、二重の線を合わせてこう描いて二重がくっきり見えるようにするっていうやつなんですけど、二重のこの目尻に合わせて塗りたいと思います。あ、本当だ、めちゃくちゃナチュラル。下の段の真ん中の濃い、一番このパレットの中だと濃いブラウンをアイラインとして使いたいと思います。固めの筆でね、はい、
こんな感じで。おお、いいですね。これよりはちょっと薄めのブラウンなんですけど、このブラウンを使って目尻の三角ゾーンを塗っていきます。仕上げといったのは何なんですけど、この真ん中のラメをまぶた全体に塗っていきたいと思います。これはもう指でね塗ります。うん、かわいい。なんか目元がチョコレートみたいになってかわいい。ブラウンメイクって大人っぽくなりすぎちゃうんじゃないのみたいな人とか結構ねいると思うんですけど、やっぱこう使い方によっては全然そうじゃなくて、深みも出るし、でやっぱりすごくブラウンって定番の色だからこそ、ちゃんとこうやっていろんな色を重ねて作ってあげることで本当にモテる目元になるというか、みんなが好きな目元になりますね。気になってた色なんですよ、この左下の結構明るめのブラウンをノーズシャドウに使えそうなので、ちょっとノーズシャドウにします。眉毛もこのさっきアイラインに使った濃いブラウンって描いていきたいと思います。眉毛まで描けました。先ほど使ったこの二重の元祖二重ライナーなんですけど、ファンデーションを買ったらなんとついてくるみたいで、ぜひこれはもう使ってほしいなって。涙袋の影とかにもね使えるくらい、こうなんアッシュ系のナチュラルブラウンなのでめちゃくちゃ使いやすいと思います。続いてこちら、このアンダーアイメーカーを使って涙袋を完成させたいと思います。これは、涙袋をこう膨らませてくれるようなものですごくサラサラしているらしいんですけど、こっち側が涙袋のシャドウで、こっち側でね薄いこうペンシルがあるんですけど、これで影を描くっていう、すごく1本で涙袋できちゃうよっていうものなんですけど、1本で全部できるってもの私は初めて見たので便利ですね。2番、じゃん、こうピンクローズブラウンみたいな感じですかね。1番はあ、もっとねオレンジっぽい感じ、さっきのより。どっちも可愛いな。涙袋に一番馴染みそうだなってっていうので、ちょっと1番を私は涙袋に塗りたいと思います。でまずこのさっきついてたこの影を作るペンシルで、ちょっとねこういうなんか目を細める顔をすると涙袋が出てくるので、こんな感じで先に引きたいと思います。もっと影をはっきりさせたいよって人はさっきのこのアイライナーで若干足してあげるともう少しはっきり。私はねもともと目が出てるので涙袋がちょっとあるんですけど、でも、さっきアイシャドウ2つ重ねたことでちょっとより出てて、でこれでさらにまた出すっていう感じなんですけど、このまま塗っちゃいます。あ、すごい、あー、ぷっくりしたし、やっぱ可愛い色味が。塗るのと塗らないのっては全然違う。こっちは塗った目で、こっち塗ってない目なんですけど。涙袋には1番を塗ったんですけど、2番をちょっとね、まぶた、二重幅の方に塗っていきたいと思います。例えばこの、目頭のこことか、ちょっと、こうやって、黒目の上の、ゾーンにちょっと乗せてあげたり、で目尻にも若干こうハイライトっぽく乗せてあげる。アイシャドウを重ねた後にこういう感じで仕込むっていうのがあまりなかったので、すごくいいなって思いました。1番の涙袋に塗った方をちょっとこのハイライトっぽく自然なツヤが出ていい感じ、ティントを塗っていきたいんですけど、まずは
さっきね、ただいまして自然なふっくら感わかりますかね。特に下の唇がよりプリッとした感じがあるんですけど、シオフします。わかりますか、このプルンとか。こんな読色があるんですけど、全部すごいね可愛い色で迷うんですけど、全部出してみて今日色どれを塗ろうかなっていうのを決めたいと思います。薄い順に塗っていきたいと思います。3番、じゃん、可愛い。あ、やはり、じゃん、可愛い。意外と大人っぽい色だった。これよりも少しオレンジ味がはっきりと強い2番。もうちょい濃い色の、あ、ちゃんとオレンジですね。かわいい。これもオレンジのニットとかに合わせたらすごいかわいい。これが4番です。わあ、すごい好きな色だ。優しいけどちゃんとねローズ感があって。5番、割と明るめのピンクに見えますがどうですかね。おお、あ、かわいい。じゃん、結構ピンク味強め。1番、じゃん、これもピンクですね。ああー、思ったよりオレンジ味のあるピンクみたいな。これがなんか一番スタンダードなオレンジな気がするの。最後がこの6番です。あ、あ、ちょっとなんか赤に近いピンクというか、めちゃくちゃ可愛い。全部ローズっぽいのとかを使ったので、それに合わせてこの辺かな、この辺を塗っていきたいと思います。だから6番と4番を塗りたいと思います。4番を塗っていきたいと思います。まず4番を全体的に塗ります。唇に密着するマット感もあるんですけど、でもこうグロー感というか、なんかちょっとプルンとした感じもあって、すごく塗り心地がいいです。塗ってる時のこのみずみずしさはあるのに、ちゃんと密着してるっていうのがあんまり今まで使ったリップでなかったので、すごいいいですね。これはちゃんと発色して、でカサカサ感がないっていうのは本当に大事です。6番をちょっと中心に塗っていきます。うん、かわいい。最後に仕上げとしてプランパーの赤、赤が仕上げ用らしいので、これを塗りたいと思います。あ、すごいグロスみたい。光沢感がわかりますか。グロスの役割もしてくれるけど、ちゃんとボリュームアップの効果もしてくれるってめっちゃいいですよね。わかりますか、このプルンとか。下まつげも塗りたいなと思うんですけど、私今まつ毛化してるので上のまつげは塗ってないんですけど、まあ、下まつげをハイパーカーリングっていうマスカラを塗りたいと思います。生地が可愛い。意外とブラシはね、大きめ、大きめです。あ、唇きてますね。これくらいになりそう、口が。じゃん、このボリュームの方のマスカラも重ねたいと思います。こんな感じで完成しました。どうですか。なんかあざとさもあるんですけど、なんか自分で言うのもなんですけど、めちゃくちゃいい女感が、やっぱりいろんな色味のブラウンだったりとか、あとはそのラメ感とかで、涙袋もちゃんと作ってるけど、こう上品なラメだったりとかで、リップの色合いもすごく秋っぽくて、さっきのすっぴんが誰だったのっていうくらいのいい女が出来上がったんですけれども、今日使ったコスメは概要欄に載せておくので、ぜひ皆さん、あの、この秋冬あざと小悪魔な感じでいい男をゲットしていただけたら誰なと思います。ココイチで好きな顔かもしれない皆さんにもぜひ使ってほしいなと思います。よかったなと思う方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。